はい、こんばんは、セドリ太郎です。今日もアドリブで話していきますんで、どうかお聞き苦しい点が あると思いますけれど、適当に聞いてやってください。今日はですね、何を話そうかな。まず最初にこうプレネについて話したいと思いますね。要するにプレミアム商品ですよね。一気にこう値段がこう上昇したっていう商品ちょっと探ってみたんですけれども、ちょっと、お笑いタレントの志村けんさんがちょっと亡くなりましたよね。それでちょっと検索してみたんですけれど、志村けんさんグッズがかなりこう売れているようですね。何でも平常時だったら数百円のような値段の志村けんさんのぬいぐるみが5000円だったり6000円だったり、しかも売れてるんですよね。そういうものもこの機会に鑑定団だとかホビーオフとか行ったら仕入れてみてはどうでしょうか。我々セドラーというのはなんかなんていうんですかね、簡単に仕入れられるものっていうんですか、そういうものはあんまこうプロのセドラーっていうのは仕入れていないんですよね。だいたいなんていうんですかね、例えばコンサルとかで親方になってっていうか教えてる人がこうたまにいるわけですよね。してどんなものを仕入れているかをこう見てみるとわかるんですよね。この人の実力がどのくらいなのかとかって、はい、やっぱしどのそのなんですか、親方っていうかね、コンサルの先生につくかっていうのがやっぱ大事なんですよ。誰でも仕入れられるような品物を、例えばバーコード検索ですか、型番をこう検索して、なんかそういうようなその何ですかね、コンサルだったらそれがっかりしますよね。そんなの誰でもできるや、 そんな別にコンサルを受けるものでもないじゃないですか。だってコンサルっつったらこう何て言うの、素人じゃ分かんないような、なんでこんなあれがやり方があるんだろうかとか、そういうのがコンサルなんですよ。コンサル料金30万も40万も出してそれで受けるわけですから、それでバーコードリサーチなんてこうなんか教わられても困るわけですよね。そんなの別に YouTube 見ればみんなやってるじゃないですか、バーコード検索。それでバーコードがないやつはどうすればいいのかだとか、そういうの、例えば一番くじだったり、一番くじだったり、そうじゃないですかね、フィギュアの。ああいうのだったら、やり方もあるんですけど、まあ別に、こう、私が言わなくてもわざわざね、わかると思うんですけど、まああえて言いますと、例えばこう、何ですか、アマゾンの、キラキラですか、ちょっとバカなんで、ちょっと言葉出てこないんですけれども、アマゾンの、アプリをこう開いてもらって、で右上のところにカメラのマークがあるじゃないですか。ポチッと押すわけですよ。そうするとなんかキラ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 ってこうなんか画面の周囲あたりが光るんですよ。それをこうそのリサーチしたい商品にこうかざすわけですよね。そうするとその商品があればこう出てくるわけですよ。いくらぐらいで売られているか出てくるわけですよ。で一番くじとかそういう なんていうんですかね、そういうものっていうのはそういう手法もあるわけですよ。で そのやり方っていうのはやっぱ YouTube 見ればやっぱ簡単になんか出てる、みんなやってるわけですよ。こんなやり方っていうのは初心者にちょこっと毛が生えた程度のこう知識っていう情報なんですよね。だからやっぱコンサルだったらやっぱりこう誰もが知らないものを教えることができる人、そういう人にこうコンサルだったらつかなきゃいけないし、でコンサルをやってる人ならば誰もがこうわからない情報を仕入れてそれを教えなきゃいけないんですよ。そこら辺ちょっと考えてほしいなと。あれですね、自分がセドリやってて
そして売れねえから情報発信でもやろうかなって適当に情報をかけ集めて、売り上げ何百万ですなんて嘘ついて、実は売り上げ10万だったとか結構ざらにあるんですよ、そんな腰の数と。だからまあ、コンサル何十万も受ける前にまず無料コンサルっていうのが、無料セミナーっていうのがあるわけですよ。大体のこうコンサルやってるこう人には。だからまず無料コンサル受けてみて、無料が大したことなかったらコンサルは大したことないです。で、無料コンサルがすごいものであれば、コンサルは結構期待できるんですよね、はい。で話を戻しますけど、そのプレミア商品というのは今コロナウイルスで結構なんか大変なことになってるじゃないですか。都市が封鎖するんじゃねえかだとか、こうスーパーマーケットに食品がなくなっちまうんじゃねえかだとか言ってますよね、だからそこでもうパッてポッて出るじゃないですか。何がプレネになるか。さっき言いましたけど、志村けんさんのぬいぐるみがこう今プレメになってますよ。そしてあと空気清浄機だって今こうプレミアムになってるかどうかちょっと分かんないんですけど、売れてますね。右肩上がりでこうなんか売れてますね。そしてマスクなんかもう販売しちゃいけないことになってますよね。ネットでですよ。ネットとかこうメルカリだったりアマゾンはなんか売られてるんですよね。けどアメルカリなんかではこうなんかもう禁止になってますよね。転売禁止、はい。だから最近だったらその空気清浄機、今もそうで、最近だったらマスクがこうプレネになって、数枚で1万円だとか、ね、それ平気で売れてましたから。じゃあプレネ商品をどうやって見つけるか。それはやっぱり自分のなんかこう目っていうんですかね、力により気になるんですよ。近視眼的に物事を見てたんじゃダメなんですよ。もっとグローバルにこう対極的に物事をこう見れてないと、目先の利益を求めて、これ売れるんじゃ、こう目先の利益を求めてつうのは、要はバーコード検索とかですよね。要するにプライスターだったらプライスターでの知識が知識でしかないじゃないですか、その検索っていうのは。それがいわゆる目先の利益を追い求めるってことです。じゃあ目先の利益じゃなくて、こう対極的に将来的に伸びるんじゃねえかっていう商品を見つけるためには、いわば対極的なこう目が必要になってくるわけですよ。それはもちろんないですよ。だってプライスターにそんなこうものが、あっても、こう全然こう波形が動いてないだとか。で、実際に波形が動いてないだけでプレゼンになる可能性だってあるわけですよ。他のこう方がおっしゃっているように、プレゼンになっているもの、売れているものを派生してこう仕入れるといいよって言ってますよね。似てる商品ですか。この商品はすごい売れてるけど、なんかこうちょっと型番が違うだけでなんか全然波形が動いてない。実は それだってこうプレゼンになる可能性、急に売れ出す可能性があるわけですよ。そこなんですよ。だからプレネになるっていうのは対極的に見れる目ということなんですよね。そこら辺を気をつけて、ちょっとリサーチ、自分なりのこうデータを作り上げてリスト化して、そしてお店に出向いてはどうでしょうか。すいませんですね、アドリブで喋ってるということもありまして、原稿を見て読んで話してるわけじゃないんで、何言ってるか分かんないと思うんですけど、今夜、今日はこれで終わります。